いやー、清美やっぱ早いよね。スノーマンあれだよね、能力的にはタグに似てるよね絶対。あー、スノーマン来たよー。はい、か、はい、母ちゃんと息子のこの感じどう？どうよ、お前たち。あの、今から父ちゃん連れてくるから。あの、今から、あの、一番どんくさい父ちゃん連れてくるから、ちょっと待っといてな。あ、そうだ、あそこドアで塞いどかないと、あの、蜂はですね、なんか、攻撃 してこない系の、その、モブを攻撃しちゃうので、そうだった。ね、窓じゃない、ドア作んなきゃいけないんですよ。ね、確か、この木材で、この世界特有の、あ、できた、ドアができるらしいんですよ。これちょっといいよね。なんで、おしゃれ、あ、おしゃれじゃないこれ。ちょっと待って、これで作ろう。おお、どんなの、どんなの、あ、おしゃれ。あ、いいね、この世界っぽいね。この世界っぽい作りのドアだ。で、この結構木材の種類がたくさんあるっぽくて、なんでちょっと木材探しっていうのも楽しいかもしれない。次の探索会とかで。結構まだ、あの木材？あれとかまだどんなのか分かってないもんね。うわ、蜂がいる。ちょっと待って。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あ、そっか、逆もあるんだ。待って待って待って、それ考えてなかった。向こうのゲート閉じとかなきゃ。あぶねえ、あぶねえ。待って、マジであぶねえ。これでここ壊しとこうね。これでとりあえず安全なはず。うわー、もう、怖えよ。怖えよ、やっぱこの世界。気抜けないわ。うわー、タグ久しぶりじゃん。このタグに乗ってるこの感じ。すげー懐かしいんだけど。読み込んで読み込んで、怖いから。これね、まだこの警告は、塞いでないんですよ。ここどうしようかな。あの、なんか、有効活用できるかなって思ってて、この警告。ちょっと読み込んでないんだけど。なんで、この警告はまた下探索してみようかなとも思っております。よし、着いた。父ちゃん連れてきたよ。ここなら安全だからね、みんな。ここなら安全だから、タグ。もうちょっと待ってよ。出ちゃダメだからね、みんな。うわ、ほら、誰もこっち向いてくんないもん。うわ。それではですね、今から拠点作りやっていこうかなと思います。考えてたのがあって、まだ城は作らないっていうか、石が、石がですね、まだ全然足りないので、その、なんて言うんだろう、城は作らず自宅、隠れ家を作ろうかなと思います。なぜ城を作らずね、隠れ家を先に作るのか疑問ですが、そこに隠れ家作ろうかなと思ってて、そのなんていうの、崖の中にある家ってちょっとあの憧れなんですよ。憧れなんで、ちょっと今回それを作ろうかな。作っていこうかなと思います。あ、そういえば経験値だいぶ溜まってるな。全然気にしなかったんだけど、経験値37まで溜まりましたね。これエンちゃんといけるんじゃないかな、久しぶりに。え、自宅、いや、どうだろう。え、どうしよう、ちょっとさ、先にエンちゃんとやっていい？あの、弓を、弓矢。ちょっと、やっぱりカブトムシと戦うにあたって、これをエンちゃんとするべきかなって思ってるので、ちょっとエンちゃんとしましょう。
さてと、もう一発で。あ？え？あれ？経験値がゼロになってる。え？あれ、経験値38に戻った。え、なにそれ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんだあれ。え、こ、え、あれ、なにこのバグは。違う、エンちゃんと向こうに持って行ってみますか。ちょっとそれやってみよう、それ試そう。エンちゃんとできますね。もう30で、もう一発勝負だね、これは。いきます、せーの、ほい。射撃ダメージ増加3とフレーム、これ良さそう。わかんないな、弓全然わかんない。いるねいるねいるね、ちょっと試してみたい。落ち着け、こっちは弓矢があるんだ。ほい、とりあえずまず一発ね。で、2発目、3発目、4発目、あ、よかった。4発で倒せる。え、超簡単じゃん、そんなの。こっからさ、1、2、3、4。うわ。急げ、回収。あ、角出た。あ、待って、これ作れるかもしんない。角出たよね、さっき。危ない。あ、俺を狙ってきてるわ。じゃあ安全なのかな、もしかしてこの世界の馬って。蜂もサソリもみんな俺を狙ってきてましたよね。でスノーマン体力減ってないから、あこれは崖から落ちない限り無敵じゃないの、もしかして。15個あったら十分でしょう。だからここ作って、あと何、あと足じゃん。揃った。あ、角いらなかったんだ、もう。わあ、揃った。わあ、やば。うわ、クワガタなったわ。クワガタムシじゃん。カブトムシじゃなくてクワガタなったわ、俺。え、装備のところ、これ、全部いってるっていうことは、ダイヤぐらい耐久力あるってことかな。うわあ、弓強え。やばいな。これ、俺、強いぞ。じゃあ拠点作りますか。作ってなかった、そういえば。こっからかな。崖の中の家だから、なんか階段をさ、こうぐるっとやってそこにたどり着くみたいなのにやりたいから、とりあえず入り口作んなきゃダメなのか。入り口はもうちょっと上目、馬も来れるぐらいで、この辺でいいのかな。ここ入り口にしましょう。よーし、終わりました。もうこれくらいならなんか一瞬でできるようになったわ。んで次はこの、床だね。床定番な多くの木材でやってみようかな。
思ったよりさ、なんか違うな。なんかやっぱ違うわ。これだって豆腐ハウスをさ、なんていうの、壁に埋めただけじゃん、これじゃあ。おなんか虫の世界の倉庫っぽくなってきたんじゃない？あ、家が欲しかったんだけどな。俺家が欲しかったのにさ。うわー、あーでも、あ、近くから見たらいい感じじゃない？どうこれ。あ、いい感じ。ドア作ろう。ドアを作ろうかな。あー、なるほどね、なるほどね。すげえ。でもちょっと待って、でもさ、これいい感じじゃないの。ちょっとザ倉庫だね。あー、倉庫だ。あー、あー寒くなってきましたね。あー、ちょちょちょ、よし。あ、じゃなんで登れないの。ほい、オッケー。あー、ちょっとですね、予想以上に建築編ぐだってしまってしまいまして、ちょっと申し訳ないね。予想以上に石とかを使うっていうのをね、ちょっと想像してなかったわ。あれだな、次回ボス探そう。このもう建築のね、その素材を集めるとともに、まずボスを探そう。まあでもボスはね、一番この動画の最後に倒したいなっていうのがあるので、一応どこにボスがいるのかっていうのを把握するとともに、あと竹とか、あとはまだ行ったことないバイオームをいくつか、あと3つ4つあるのかな多分。なんで、次回とかはね、スノーマンと一緒に、ボス探し編行こう。ちょっと待って。なんだこれ。新しいバイオーム。あ、水がある。あ、この辺鉄ないかな。ちょっとスノーマン、この辺鉄なかった？鉄があったら嬉しい。あ、え？待って、ちょっと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 待って、あれ、地下にボスいる？もしかして。